システムの不具合で今も搭乗手続きができない状態となっていまして、こちら保安検査場でも大混雑が起きています。午前9時半ごろ、日本航空の国内線で搭乗手続きを行うシステムに不具合が起きました。全国の空港で一時搭乗手続きができなくなったため航空機の離陸を見合わせました。不具合は午前11時ごろ解消され、搭乗手続きや運航が再開しましたが、120以上の便に遅れが生じました。欠航した便はないということです。